はい、皆さんこんにちは、ワンダーレグリフィジです。では今回は大氷試練5、明智光秀プレイ続けていきたいと思います。早速表情始まりますので、登場していきます。よし、ついに光秀家老に昇進ですね。これで城主も任せられるし、兵数も今までの武将の3000から家老の4000に格上げになりました。これは嬉しいな。で、今回は斎藤家と合戦。いいね、鳴海城攻略戦になります。まあ、ここは家老になったばかり、言ってみれば新参者の家老なので、少しね、黙って賢く見せてみましょう。合戦は光秀が大将だ。これいきなり光秀を大将に抜擢してくれるとは、信玄もやってくれますね。ありがたい。だってこれ見ると勘助、正影、虎種、正種、さらに柿崎と歴戦の武田の武将が新参者の光秀の下に入っているっていう状況ですからね。よし、これは鳴海城をじゃあサクッと攻略しに行きましょう。まあ、何事もね、黙ってた方が有利なケースって多いですよね。何か発言するときでも後から発言する方がより有利な発言ができますからね。さあ、では鳴海城の攻略戦始めていきます。はい、鳴海城攻略完了してます。勘助が先行第一。ではこのまま城に一度戻りましょう。もういつね、城主に任命されてもおかしくない家老に昇進してますからね。さあ、では光秀ですが、この後は一度出てどこに向かうかというとですね、ちょっと最近小田原城に入り浸っていまして、じゃあなぜ小田原城に入り浸っているかというとですね、やっぱりね、剣豪としての光秀の血が騒いでるんですね。一旦小田原の町にいて体力を回復してから、じゃあその剣豪としての光秀の気が騒いでる、血が騒いでいる、その理由をちょっとお見せしたいと思います。まあ、なんといっても明智流の、おっと、ここで会ってしまったか、秀綱。今秀綱は出ちゃうんだな。となると、実はそのこれからやろうとしていたことができなくてですね、この小泉秀綱と戦っていたんですね。まあ、残念ながら今出ていってしまうので、もうこの小田原城に行く意味も、まあ、なくなってしまったわけなんですけども、秀綱がいればですね、あ、いるね、秀綱も一緒に戻ってきたんですね。であれば、まあ、茶を振る舞ってから一戦を交える。そう、秀綱を倒しましょう。強いんですよね、秀綱。一軍の将にとどまらず剣豪でもある。やられるー、強え、ガチで強いんですよね。いや、強い。高節祭とかもいるのでね、ちょっと先に高節祭のところとか行くべきだったな。ちょっとまだ小田原の町に戻って、早速宿屋で薬を飲んで寝ましょう。万能薬はね、買い足しておきました。なので体力を回復したら、日付が変わったら、うん、月が変わったらまたお相手していただけると思うので、入り浸りましょう。一戦交える。今度こそ、もう秀綱と戦うのは実はこれ4回目、全部負けてます。秀綱強くてですね、一撃死するんで、ちょっと注意が必要ですね。離れるか、必殺技打ってくる可能性もあるからな。
いきなり。よし、強え。防御力も半端じゃないな。さすがよ。よし、後ろを取った。これでもまだ倒せないか。ここはヒギを使う。連続斬り、これで仕留める。何、卑劣なも回転斬り、ぐはっ、つえ。連続斬りで仕留めるしかない。残るってか、ほとんどダメージ与えられないってやばいな。ここは一度止血する。卑劣なマジで強い。何、正面から、やばいよ、強すぎるよ。ここは連続斬りで終わることを祈るしかない。防御されるとダメージはどれくらい、ほとんど減らない。いや、卑劣なマジで強いわ。動きを読むしかない。もうグハ、強え。卑劣な、勝てる気がしない。いや、強すぎるな。帰りましょう。表情まで自宅で寝ます。卑劣な倒せる日が果たして本当に来るのかっていうぐらいね、圧倒的な強さですね。お、過労を昇進して家も立派になりましたね。ではまずは寝て体力を回復します。まあ、ガチで強いからな。さあ、では登場していきましょう。調略か、名古屋城か。いや、ここは合戦を行う。少しでも我々、いや光秀が武勲を立てられるように名古屋城の攻略戦に意見具申をしていきましょう。が、見送られたか。であれば今回は特に命令がない。外交親善、そうだな。安東水軍と関係を良くしてきなさいという話ですね。では早速こなすだけこなしましょう。いや、だいぶ遠いとこまで連れてかれるな。せっかくなんでね、ちょっとよしみを通じておきましょう。400巻買っておく。いや、むちゃくちゃ遠いな、青森県。いや、ここのさ人たちとよしみを通じてこいとはよく言ったものだな。まずは外交、はい、3000巻渡します。せっかく来たので海賊宅寄ってみますか。ももちよ、なんか名前は可愛いけど顔はいかついな。贈り物、まあ、軍機物、いや、おさ船、よし。まあ、どう考えても海賊がね、何かが欲しいということにはならないだろうからね。せっかく来たので砦修行、修行でもしておきましょう。疾風船、さあ疾風船に乗ったので、この後はそうだな、久しぶりに稲葉山城下でも行ってみますか。今や敵国ですけどね。いや、だいぶ通り過ぎちゃったな。よいしょ、稲葉山城下まで行きます。
で、ここでね、旧家臣団の人たちと、お、なんだなんだ、今川、なんだ、元康、家康が今、名古屋城を攻撃してるんだな。こういうことが起きてたんですね。今川が斎藤を攻める、まあ、そういう状態になってたわけですね。まあ、我々はその隙に力を蓄えておきましょう。で、武家宅行くと、利光は茶席。いや、利光微妙だな、反応が。まあ、もう今や敵国ですからね。あとは伝吾。まあ、伝吾は作った武将なので、まあ、当然ですかね。こんなところかな。菊丸も作った武将ですね。さあ、では久々にやってきましたが、特にやることもないので、また小田原の町に行って、今度こそ秀綱を何としても倒したい。ほんと強いですからね。秀綱を倒せるようになれば、どこ行っても安心かなっていうね。で、このあと秀綱と戦って、倒せなかったとしても、もう時期的に表情が始まりますので、表情に行きます。武家宅、まず豪雪斎のところに寄ってから秀綱のところに行きます。何、不在か。であれば特にやることはないので帰りましょう。そろそろね、城主に任命してほしいなーっていうね、頃合いですからね。あ、しまった、成果を報告するのを忘れた。が、下がることはないよね。下がるというのは、武将に落ちることはないよねっていうことですね。名古屋城の攻略戦、よし、この私、光秀が総大将だ。信門を抑えて総大将ですからね、信頼がいかに厚いかというのがこの点からも伺えますよね。では名古屋城の攻略戦始めていきます。はい、名古屋城攻略戦ですね。敵方降伏してきました。これで名古屋城を我が物とすることができましたね。さあ、今回は僅差ですが、光秀が先行第一。これで前回外交の報告が遅れたことの失策は取り返せましたかね。では城に戻りましょう。もうこれでだいぶ武田家自体の勢力も上がってますし、武田家中における光秀のポジションもね、かなりいいとこまで来てますね。はい、というわけで今回ね、無事家老に昇進することができたので、一旦今回ここまでにさせていただいてですね、次回なんとか城主、そしてゆくゆくは軍団長というところをね、目指して頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。